昨シーズンのジュニアの世界チャンピオン日渡智樹、アメリカ生まれの19歳、今シーズンのエキシビションを日本初披露です。曲調が変わりまして一気にルパン三世の世界観が広がっていきます。いや村上さん、躍動感がありますね。そうですね、本当にパワフルに 120% で動く選手なので、もうこの曲ぴったしですね。昔からルパン三世が好きなのでこの曲を選んだ。日本の人たちにとっては親しみやすい曲だと思うので一緒に盛り上がってもらえればと話しています、日渡智樹。この表現力、本当にお客さんを楽しませる表現力も持ってますよね。今シーズンからシニアに本格参戦していきますが、まだまだ手の動きや表情が子供なんですと、スケーティング技術も足りません、このアイスショーでいろんなものを吸収したいということも本人は話していますが、最後もう一度観客を盛り上げます。このバレージャンプですよ、目を奪われます。初めてのザ・アイスで堂々の演技を見せました日渡智樹でした。いや、パワフルなジャンプと滑りだけではなく、日渡選手はですね、体の柔らかさも持っているんですね、なのでそういったところでもトータル的な技術を持っているので、シニア楽しみですね。世界選手権グランプリシリーズでの表彰台が目標、日渡智樹でした。